おはようございます。2022年3月1日、おはようございます。シリが反応してます。火曜日9時6分、気温は7度、7度ですが寒いですね。ちょっと遅めの出勤です。改めておはようございます。今日の岡崎は曇りですね。なんだか今にも雨が降ってきそうな天気でございます。来るぞ。まもなく踏切です。はい、今日もカメラは DJI ポケット2、それからマイクも DJI ポケット2純正のワイヤレスマイクでお届けをしております。今日はね、ちょっと遅めの出勤ということで、まあ訳あって、実は今日お休みをいただこうと思ったんですね。というのも、今週の水木金に予定をしていた、というか、まあ予定されていた撮影が丸々株のおかげでぶっ飛びまして、全部ねキャンセルになっちゃったんで、開けておいたとか、まあそのために、先週の土日を繰り上げでね出勤して、仕事頑張って片付けたんですが、その頑張りも虚しくね、水木金がパー、まあ逆に言うとパカッと時間が空いたということで、今日はまあ火曜日なんですけれども、仕事をそんなに慌ててやることもないかなというところで、今日はねお休みをいただこうと思ったのですが、根っからの貧乏症なのでやっぱり仕事に行きますということですね。まあ個人事業主というか自営業やってらっしゃる方はわかると思いますけれどもね、自分で商売してると目の前にこう納期の迫った仕事がなくてもなんだかんだやることはありますよね。あれが足りない、これが足りない、これを買っておかなきゃいけないとか、買い物に行かなきゃいけなかったりね、帳簿の整理をして、ね、しておかなきゃいけなかったり、まあなんだかんだやることはありますよね。まあ、うちもスタジオヒロも年間の売上あらり等々を考えますと、ちょっと人手が欲しいなぁと思う時もよくあるんですが、まあ人を雇うというか来ていただくということはね、その人の人生の、まあ、生活を保障するというかね、見ていかなきゃいけないということなので、そうそう簡単に、まあ今仕事がないからって言ってね断ったりってこともできないので、まあそれを考えるとね、なかなか雇いにくいなという感じのところなので、難しいところですね、ってなことを思った朝でした。最後までお聞きいただいてありがとうございました。皆様にとって素晴らしい一日となりますように、そして世界の平和が訪れますように。それでは今日も一日張り切っていきましょう。